おはようございます。BEMS、ペムズ、リッスン EVOA、日本語、英語リスニング教材サイトです。イギリスは北朝鮮の大使館を閉鎖し、外交官を避難させる。ソウル、韓国、北朝鮮はコロナウイルスの発生を防ぐために厳格な入国管理を維持しているときにイギリスは北朝鮮の大使館を閉鎖し、すべての外交官がその国を去ったと、その大使は木曜日に述べた。北朝鮮は国境を閉鎖し、昨年末に隣接する中国で発生し、その後世界を席巻しているウイルスは一例も発生していないと主張しています。閉鎖は一時的な動きであり、北朝鮮の入国に関する制限により、スタッフを交代させ、大使館の運営を維持することができなくなっている、と外務省の報道官は述べた。コリン・クルック大使はツイートしました。平壌の英国大使館は2020年5月27日に一時的に閉鎖し、すべての外交官は当面北朝鮮を離れました。スウェーデン大使館は営業を続けており、彼と彼のチームがいなくなるのは寂しいと答え、すぐに戻ってくることを望んでいる、と述べた。専門ニュースサイトの NK ニュースは水曜日にイギリスの外交官が陸路で中国に国境を越えたと語った。イギリスは北朝鮮との外交関係を維持するつもりであり、それが可能な限り早く北朝鮮における私たちの存在を再確立するよう努める、と外務省は言った。発生の早い段階で平壌は、ロシア大使のアレクサンドル・マテセゴラが道徳的に砕けていると述べた彼ら自身の敷地内での仮想封鎖を含め、すべての居住外国人に厳しい検疫制限を課しました。これらの規則は後に緩和され、平壌のいくつかの任務が終了した3月に数十人の外交官や他の外国人が国を離れることが許可されました。その中にはドイツ大使館やフランスの駐在員事務所があります。パリは北との完全な外交関係を維持していません。何百人もの外国人が国に残っています。アナリストたちは、北朝鮮が感染症を回避した可能性は低く、大規模な発生に対処するのにこの国のガタガタした健康システムでは苦労するだろうと述べています。以上です。ありがとうございました。リッスン EVOA でした。